はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。リトルナイトメア2続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、このなんか建物、学校みたいな、まあ大きな建物に今侵入したわけですけども、この先まあどうなっていくか早速やっていきたいと思います。まずは前進あるのみですね。なんか焼き芋でも作るかのような、なんか煙がもう戻して持ってきるわけないですよね。これはいいか。これどこ行くんだろうな。お、レバーがある。レバーを引くとなんか作動するような感じかな。ジャンプ、ん、これかな。待ってくださいね。これまたあれかな。こっちこっちこっち。いや、多いじゃなくて、こっちですよ、こっち。ほっ。ほっ。なんか、ここになんか、桶という、なんだろう。ちょっと待ってくださいね。ちょっとわかんない、ちょっとわかんない。奥はないのかな、何も。いや、なんかいけるぞ、これ。いけますよ。ほっ。押す。ボールが、ポツンと、置いてあるのですが、ちょっと待って、その前になんか、引っ張って。ここではできないのかな？やっぱ特定のアクションが必要な時以外はなんか協力してジャンプってできないみたいなのかな？どうなんだろう？ジャンプ、おい。ジャンプしようぜ。へい。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて。こちら。まあ、いっか。いた。なんか、隠しキャラっぽいのないのかな、今回は。わかんないな。なんか、いろいろありそうな感じですが、まあ、これ持っていくか。とりあえず、なんか、持ってけと言わんばかりの、おお、あの子も持ってってる。少年も持ってってるわ。え、どこに置けって、これ、本当にこれでいいのかな。本当にこれでいいのかな、わからないな。違う気がするんだけども。ほっ。で、ちょっと転がっちゃったんですけど、まあ、ボールを、違う、登ってる。掴んで、ここに本当に置くの、ここに。合ってるかな。ちょっと待って、位置が悪い、位置が悪い。よいしょ。関係ないやん。二人してなんか騒然として、なんか置かなきゃいけないな。それともなんだろうね。さすがこの本とか関係ないみたいだな。まあ、ここは開かないよね。あ、隣の部屋か。え？待てよ。特になんかないんですよね。ただベッドになんか登んなきゃいけないのかなっていう気もするけども。登れないんですよね。これでもないんだよな。あ、もし、あれかな？あそこがなんか、床が弱いとかそういう感じなのかな？ちょっと明るいところに物持ってこうぜ。今のうちに。多分下に降りるんだろうな。それしかなんか方がない気がする。ほっ。で、掴んで。おいおい、ちょっと転がんな。転がんなよ。お、ちょっと待って。サッカーしてる。ここで？違うな。随分高くいったな。え、これ本当に合ってるのかな？わかんないですけど。この位置。ほっ。いや、なんか随分飛ぶな。まさか、え、あれかな？ここで？
投げようってことかな。おお、思わぬ展開にびっくりですね。え、ってことは、じゃあここで、来い。来い、こちら。ん？もう一回なんか投げるのかな？待てよ、なんか光大きくなったな。いや、違うな。もう登、あ、これ登るのか。額縁で、こうか。普通に行けるやん。お、なんか椅子があるぞ。椅子に座るのか？お、これは？押せばいいのかな？押すか。押すぞ。ちょっと簡単。逆。あ、引っ張った方がいいのかな？あれ、登っちゃう。いや、椅子が必要な椅子が。椅子が必要なんだけど、無理かな。しゃがんで、え、登っちゃうな。あ、わかった、こうか。二人でやるのか、これ。せー。ほ。合わない。多分一緒だろうな。こうか。もっとか。ほっ。オッケー。かわいいアクションだな、これ。さあ、降りちゃったけど大丈夫かな、これ。いくぞ。ライトがね、今回ライトないんですよね。それが残念。しゃがむか。しゃがむ。あ、間違えた。ボタン間違えた。こうか。行こうぜ。さあ、もう立ってるかな。この先は、ずずいっと前に行って。大丈夫かな。おーっと下に行っても、待てよ。ほっ、ここ何もないな。下に降りるしかないみたいだな。いや、ちょっと待てよ。ダメか。降りるしかないか。で、この中、あ、違うな。入り口じゃないな。これか。これ掴んで。お、そうだよね。引っ張るよね。二人で引っ張るんだよね。よいしょ。おお、危な。今度こうか。あれ、入れない。よし、行くぞ。ライトが欲しい。ライトないのかな、本当に。ないな。お、落ちた。おっと、待て。待て。何の音だ、あれは。誰かいるのか。何の音ですか、これ。うわぁ。ちょっと待て。怪しい、怪しい。あ、奥に行ったか。とりあえず進むか。待て、待て、待て。何があるの？奥には行きたくないんですが、でも行かなきゃいけない気がするんですわ。バケツが吊るされてるけども、またボールがある。また、おお、うわあ、危ねえ。これなんか使うのかな。今のなんだ、トラップか、これは。ちょっと待てよ。拾えないな。あれ？なんか奥の部屋何もなかったかな。ちょっと見てきますか。一旦ね。あ、でも暗くてわかんないな。押しても開かないし。ここは何もないか。OK。やっぱり奥に行くしかないか。で、ここは、まあ、届かないですね。すると、なんか上に行けそうですね。気のせいかな。あ、なんかいるよ、誰か。あ、逃げた。上に行っても特に意味ないか。しゃがんでいくか。待ってくれ。
話がしたいんだ。あれ進めないな。あれ奥行けると思ったら進めない。あ、行ける。行けた行けた。さあ、もう一人の少年がいたけど、少年から誰かいたけど、どこ行ったんだ。おう、わあ、あぶね、罠だらけや。これやっぱ当たったら吹き飛ばされちゃうんですかね。触らない方がいいな。お、いたいた、待て待て、逃がさんぞ。そして、あ、向こうにもいる。おや、お、危な、トラップだな。わざとなんか誘導して罠にかけるつもりだな、これ。あ、登れんな、これ。よし、待て、絶対許さないからな。いや、むしろこっちへ来いってことなのかな。お、これね、絶対トラップですよ。なんかあるよ、これ。ほら、あ、いて、いった予想外なトラップだった。あれ、しゃがむしかないんだろうな、多分な。これは痛い。よし。で、これも登って。登って、こう、こうか。こっちだよ。行くぞ、少年。やつを捕まえるんだ。まだトラップあんだろうな、これ。あれ、初見殺しだったな。なんかまたロープが今上にぶら下がってますね。あれは違うかな。罠っぽいんだけど。どうなんだろう。お、なんかいるぞ。そっ、おー、いってー。あ、いて、これダメなパターンか。いじめてみせてる。あ、連れされた。お、暴れてる暴れてる。こうか。よいしょ。なんてことだ。捕まっちまった少年が。許さんぞ。この野郎。壊していいのかな、これ。あれ？なんか、ダメなことしちゃったかな。これどうすればいいの、これ。いや、あぶね、あぶね人形が動いてるってことか。なんだろう、なんだろう、この子たちは。人形じゃないか。てか、反対行けなかったかな。ちょっと、戻ってみますか。結局ね、壊さなきゃダメなのかな。こっちはいけないかな。行ってみるか。おー、上登ってる、登ってる。あー、結局行けないのか。なるほど。どっかでルートを開拓しなきゃダメなんですね。なるほど。待ってろよ、少年。なんだろうな、本当な。よいしょ。この子たちはね、なぜこう、人形っぽい作り物の人形が動いてんだろうか。さ、また罠があるんじゃないかな。ちょっと離れるか、ロッカーから。お、見えないんだよな、先が。どっかいるんじゃないの。待て、奥にいるな。ここは特に物を忘れる環境じゃないな。わかんないけども。いるぞ、誰か。しゃがむか。学校か。おお、何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 、ちょっと逃げるしかない、これ。うわあ、なんか怒ってる、怒ってる。見つかっちゃダメなのか。え、でも、どうすんだ、これ。この中を、あ、下向いた時以外しか、え？
バレちゃうの？推薦 100% 推薦バレちゃう。これ先生の視線に注意しなきゃいけないのか。どういうタイミング？背中を向いた時。こういう時、これを走って、お、音にも気づくんだ。ほっ、ういダメだ。よほどシビアに行かないと。シビアな判定なんだろう、これな。走ってもダメ。こっちから行くのは不可能か。厳しいな。ただ別ルートってあるのかしら。いや、ないぞ。到底上なんか届かないしな。反対は何もなかったしな。あ、チョークをドンってやってこっち向く。周りを見る。書き始めたら行くのかな、これ。ページをめくる、後ろ向く。これ見つかるよね。ここでストップ。これバレんじゃない、これ。あ、バレない。バレてる。結局物陰にも隠れられないってことか。音で奪われる。あ、行くしかないのか、これも。怖っ。また、バレる。バレちゃうの、これ。だるまさんが転んだ状態だ、これ、もしや。早い。あ、待って。あそこになんかあるじゃん。これ閉まってるよ、扉がね。こっちのルートは、なんかあったね。何ですかね。わかんない。だるまさんが転んだ状態か、もしや。これは？ここは何もないか。やっぱあそこ通らなきゃダメなのか。つまり、翔子ドンってやった瞬間にもう止まんなきゃダメなのかな。怖っ。でもこれバレちゃうでしょ。ちょっとバレない方法を探すしかないな。やーべえ、これもう行くしかないんだな、これな。うわー、逃げろ。なるほど、鍵がなんかあるぞ、あれ。キーアイテム。これは登るんだろうな。まあ普通に登るでしょ、これね。おー、いいってお、うまくできすぎでしょ、これ泣いちゃうぞ、これもう。ちょっと待って、これ待って。でも飛んでくるのできないから、登るしかないんだろうな。登るか。あ、なるほど、倒しちゃえばいいのか。だからガタ、待って待って、その前になんか、ここ、なんだろう。これ無理か。わかりました。倒れる瞬間に離脱すればいいんだな。そういう感じですね。いやー、絶対バレるよ、これ。はい、拾うんだ。逃げろ、逃げる。おっかねえ。いやー、なんか首が伸びてる、首が伸びてる。なんだこれ、なんだこれ。何これ、そう。いてぇ、食われたー。こっからか。だから、あそこの出口を確保しなきゃダメなんです、やっぱり、ね、ここね。どうやってんのこれ、しゃがんで？いや、確保できないやん。ここか、もしや。
ここに入るしかないのか。わかりました。つった一回ドーンして、離脱して、で、素早く拾う、素早く拾う。素早く、そして逃げる。よし。ここだよね。ここしかないですよね。やめろ、これ怖すぎる。不気味すぎる、これは。やべえ。ここは一体どういう人たちが住んでんの、ここ。あ、終わっちゃうんだ。お、うまくできてるわ。あそこ開いたわ。そこ大丈夫かな？怖いっすよ。あの先生いると、怖いでしょ、ここ。ははは、開いてる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 。怖い、怖い。ちょっとまだ出る、出る、出るなっつーの。顔が怖すぎる、この人ね。あ、ここで行くしかないか。出るしかないよ。待って待って。怖えー。わからないの？わかんないのかいって感じで来てるね。怖いなぁ。待って、こっち向くんじゃないの？ちょっと待ちましょうね。おぉ、びっくりした。いや、こっち向いてる、こっち向いてる。ダメダメ、今ダメ。おぉ、バレてる。おぉ、なんだよ、首、黒板に首突っ込んでるよ。いてー。黒板に首突っ込むとか、一体どういう人なんだ、この人は。やばいでしょ。ちょっとキー操作間違いないしなったな。まあ、ダメです、まだ。ちょっと出るなよ。おう、びっくりした。バラバラした。バラバラ、バレる、バレる、バレる。この人が移動してからだな。よし、これは移動していいでしょう。歩いていいのかな。いやー、やべ、怖っ。怖っ。わかりません。わかんないのかーい。あ、大丈夫だ。こっち向いてるよ。あ、どういう感じ。わかんないのかいって、こんなのわかんないのって感じでピシャってやってますね。奥の席行ってくれ、奥の席行ってくれ。あ、こっち戻ってくる。あ、大丈夫だ、今でしょ。どこ行くのこれ。まさかぐるっと、ま、ぐるっと、ま、また走れない。え、これまさかさっきのとこ戻んなきゃいけないのか。え、難しくないですかこれ。行くしかないんだろうな。待て待て待て、まだ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 。おぶくん、びっくりした。監視から逃れながら行くしかないのか、これ。これバレじゃない、これ。こんな移動して先生どこいる。今でしょ。こっち来るでしょ、パターン的に。バレないのこれ、大丈夫かな。ここにピシャリってんですよ、多分。ピシャリ。これバレるな、これ。絶対バレるよこれ。うわー、逃げろー。いってー、逃れらんなかったー。なんてことだ。まあ今のルートで行くしかないんだろうな。わかりました。ちょっと待ってね。緊張すんな。ゆっくり行くか。ただ今のルートだと回避ができにしにくいんじゃないかと。だ、先生の後ろ歩いた方がいいのかな。ちょっと時間かかるけど。で、先生のルートは多分一緒だから、それで行くしかないな。歩いてよしなのかな。歩いてもいいっぽいんでね。ここちゃんと隠れよう。怖っ。こう舐めるような視線でこう下から見てこうで、ね、怖いですよね。で、ピシャリとするでしょ。ピシャッ。わかんないのこんなのって。おだまりって感じで。いてー、怖えー。こんな先生いたらもう勉強なんかできやしませんね。で、こっち見る。危ねえ。
見る見ない見る見る待て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 進まないな。一気にいくしかないこれ。あ、引き返しちゃった。やめろ。さよなら先生、さよなら。帰ります。すぐ隠れる。これでなんとかないでしょう。まあ結構強引に行きましたね。ここかな。オッケー、あったー。いやー、怖い先生だ。なんて人だあの人は。はい、ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。いやー、なかなか恐ろしい先生でしたねはい、また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。